きまして、マインドリワビスケッツでございます。ダート 1200m の G1 ゴールデンシャヒンを、ドバイのゴールデンシャヒンを連覇した馬でございますが、1800m の G3、1800m の G1 を2着と、距離の融通性も見せて、マルチな活躍をしております。アメリカの G1 では、1400m のマリブステークスを勝ったものの、惜しいレースも多かったというのが正直な感想でございます。理由を考えましたが、おそらくアメリカのダートコースの割にはやや体型的に薄手でストライドを伸ばして走るようなタイプでございますから、タイトなアメリカのダート競馬のコーナーだとやや立ち遅れてしまったり、馬群を割りながら急なコーナーを曲がりながら馬群を割ってくるというのもあまり得意な方ではなかったのかなと考えられます。ですからドバイゴールデンシャヒンのような直線の長いスプリント戦だと周りが止まって見えるような末脚を発揮できるのかなと思います。とにかく直線運動でまっすぐ速くというのが得意なタイプの種牡馬でございます。ということもありますので、長い直線が舞台となる JRA のダート G1 はこの馬に最も適したベストな舞台であると考えられます。例えば府中のワンターンのネギシステークスからペプラリーステークス、その後秋には武蔵野ステークスからチャンピオンズカップというようなローテーションも定番にできるような特性を持った馬だと思いますので、そのような印象でぜひ配合を考えていただければと考えております。今年も種付け料200万円でまだまだ申し込み受け付けておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。